パークハイアットニセコ花園は、北海道アブタグンクッチャン町のニセコ花園リゾートにあるホテル。パークハイアットニセコ花園は4棟の建物からなる施設であり、パークハイアットホテルに加えて、ハイアットホテルリゾーツでは、日本国内初となるパークハイアットレジデンスを展開しているほか、北海道内初となるアメリカ合衆国のホテルモーテル協会が分類する。 ラグジュアリーホテルとして開業した。レジデンス購入者は、所有物件をパークハイアットに委託することで、宿泊施設として貸し出すことができ、コンドミニアムとしての利用が可能となっている。2015年に、香港の不動産会社パシフィックセンチュリープレミアムディベロップメンツが、ハイアットホテルリゾーツとホテルレジデンスの運営受託契約を締結して、施設を建設した。 施設の開業に先立ち、2019年には、第14回20カ国、地域首脳会合の閣僚会合、観光大臣会合を開催した。スイート、客室、レジデンスダイニングウェルネス&、スパウエリング、宴会、会議新千歳空港からホテルまでのリムジンサービスがある。注釈出店、ありがとうございます。